体罰教師 vs 教育ママ。ちょっと、なぜうちの子を叩いたんですか納得のいく説明をしてもらえます授業中にずっと寝てるからです。はいほっとけばいいじゃないですか。最近の親は甘いな。こういうところでおまやかすと、将来いい職に就けませんよ。あ、それはもう大丈夫です。うちの子は、YouTuber になりたいそうなので。は甘いな。それじゃおそらく息子さんは将来、引きニートですよ。はい うちの子がひきみーとそれひき肉ですあ、やっぱりうちの子ならひき肉くんぐらい有名になるのか。いや、無理ですよ。身内美意気しすぎ決してないです。ミンチ美意気また引き肉ですとにかく、なぜ体罰をしたんですかいや、体罰って、教科書で軽く頭をこづいただけです。立派な体罰。暴力です。大げさな。暴力は犯罪ですよ。教科書でこの子を叩くなんて。この子、物だと思ってますいや、物だなんて。それに、 犯罪って何のくっ、<laughs> 頭を怪我したかも。はい。器物損害罪。めっちゃ物扱いしてませんああ、間違ったごめんなさい。今、息子さんを器物って。いや、間違いです。じゃなくて、不敬罪です。急に天皇扱い。それで、どう責任を取るんですかえその程度で責任暴力はその程度自分は痛い思いをしてないから、わからないんですね。じゃあ、気の済むまで殴ってくださいよ。気の済むまで殴るなんて、 無理です。なぜどうぞ気の済むまで。この手で、人を殺めるなんて。殺さないと気が済まないま、でもそこまでおっしゃるなら。そこまで言ってないです。あのー、やっぱ、もう少し軽めで。軽めはい。気は済むけど、軽めで。わかりました。じゃあ、右腕のほくろ全部ち刺な何それ怖いいや、軽めっておっしゃったから。いや、重いです。それに僕、腕にほくろ、10個ぐらいあるし。え、そんなにすごい。 ももうそっっちの道でもやっていけるんじゃんどの道だよあの僕がしたことと同じぐらいのことで済ます、まちましょう。かかりました。じゃあ金的で。絶対やりすぎです。えんじゃあ目つぶしやりすぎですって。じゃあ後頭部パンチなぜ急所ばかり僕、国語の教科書で頭をこすりゃだ,だけですから。わかりました。じゃあふっちゃん、国語辞典持ってきて。でかくないですか僕は国語の教科書ですよ。私は国語の教科書です。何言ってるんですかまあもう。 一発ならいいですよ。あ,あ、それはもちろんですよ。一発で仕留めます。暴力は良くないですよね。<laughs> チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。<laughs> <laughs>